はい、どうも、タカです。はい、どうも、岩間さんです。今日は僕らの大親友を連れてきました。はい、おら、クマだー、元気かみんな。はい、ってことでね、3人でよろしくお願いします。お願いします。3人同じ職場で、ね、働いてまして、数学のテキストをまず作ろうっていうことで、2003年に若手で高一のテキストを作れっつって、うん、で、その3人集められて、うん、それからの付き合いですね。そうですね、長いですね。そう、もう20年ですよ、本当に。そうか、昔は高瀬、熊、あゆばってバカさんとによってよく言われてた ね、 他の先生方にね。みんなね、数学の先生だから、やっぱ数学の議論もいっぱいしたね。うん、本当に勉強になりましたね。授業見学したよね、お互いに ね、 しましたね。ここも授業見学して、ここもしてて、みんなで授業見学しながら、そうそう、ね、温泉も行きましたよね。あ、温泉も行ったね。いた、いた、うん、予習するためにだとかって言いながら、ね、予習ダメをしてね。なんかさ、東京オリンピックだったなんていう、それおい、何だろう、東京に。いや、でも3人揃って同じ校舎とかってね、ないんですよ。そうだね、ないね、実はないんだよね。そう、俺と、うん、タカちゃん一緒だった。そうね、週2回ぐらい一緒ですね。で、タカちゃんと相葉先生も同じだった。いや、ないね、なかったと思う。同じ校舎で教えてることあったんですけど、うん、同じ曜日で入るはなかったですね。クマさんと相葉なかったよね。ないですね。だからね、何気に被ってないのに、なんか知んないけどこんな仲良くなったんだね。というか年齢近かったしね。ああ、そうですね、うん、で、なんか同じ時期に入ったからな。そうですね、でね、あゆがユーゼミに行かざるを得ない事情があってね、うん、サテラインやるからってことで、ね、ああ、そうだ、サテラインやるから。そうだね、当時ね、うん、サテライン出る以上はちょっと他の塾はみたいなことをちょっと、ね、あの時、辞めることはどうだったんですか、その塾を。うん、いや、嫌だったね。ヨゼミでやれる嬉しさもあったけど、出会った塾もやりがいはすごいあったから、できれば両方を大事にしたかったけど、うん、辞めることになったのは残念だね。これ聞いていいのか分かんないけど、クマさん聞いていいかな。何ぶっちゃけこちらに大丈夫、やっぱ映ってクククク上がったかどうか。いや、でもね、下がってはないはずだよ。多分推定3倍になったってことだと、ね、聞いてもらえればさすがに。そしたら覚えてるもちろんお金も大事だけどさ、それ以上になんかやりがいみたいなのってっ違うのもあるよね。そうでしたね。なんか、まあ、ほら寸大で教えるようになったから分かるけど、その3人でやった塾と規模がやっぱり違うじゃん、うん、で、目の前に100人を超えた人数で授業をやるのは当たり前って、テンション上がるよね。うん、1回の授業めちゃめちゃ疲れたでしょ。もうヘトヘトだよね、1回授業やってたけどね。だって前の授業ってさ、夏期講習とかさ、1個3時間じゃん、うん、俺もう無理無理。3時間授業がね、4個あったりさ、あったね、12時間やね、夏期講習とか、うん、あの時さ、テンション下がんないまま帰るじゃん。で、そのままなんか朝になってんじゃん、うわーずっと授業やってたら結局終わるじゃん。そうだったね。だ、精神状態おかしくなってるんだよね、だって、はい、生徒も辛いけど、俺らも本当辛かったよね。いや、あれは早死にしますよ。高瀬くんの今の塾ってさ、はい、やっぱ違うね、前の塾と。いや、本当しっかり勉強する学生さんが多いので、うん、こちらが行けば帰ってくる、うん、繰り返しなんで、うん、うん、いいですね。僕ら応援、本当応援するだけですね。応援もさ、なんか具体的になんかこうやって勉強しろとか、あ、勉強法ね。いや、まあ。まずどうですか、暗記数学っていう括りあるじゃないですか。ああ、これ どうなんですか、暗記数学とはあるのかないのか。どうですか、熊さん、暗記ですか、数学は。まあ、少なくとも受験数学っていう枠組みで考えましょう。受験数学というと、うん、やっぱさ、覚えなきゃいけないことあるよね、うん、よくほら、いろんな情報とか見ると覚えたらいかんとかさ、暗記は間違ってるけど、理解した上での記憶は必要じゃん、うん、だって掛け算の句だと。そこはやっぱり必要だと思うんだけど、うんうんうん、どうなんだろう。でもそれだけじゃさ、やっぱ応用問題解けないじゃん。だからそこはうまくある一定のレベル、ここまでは、まあ、覚えなきゃいけないことを覚える。でもそこから先はほら、応用力ってまた違う力っていうじゃん、うん、でもクマは思うと、うん、例えば、いや、やっぱりだってね、定義は覚えることだしね、そうね、で、公理は知ってるものだしね、だからそれはまあ最低限あるけど、その僕はちょっと、まあ、パフォーマンスかなって気もしてますね。覚えることは覚えますよ。そうで、考えるだけで通すことはできない、うん、そうで、その人その人によって何をその場で作るのか変わってくると思うし、で、一回作ったことがあれば作りやすくなるわけだから、うん、初めて聞く話よりも2回3回経験したことあるもんね。だから、まあ、全部を暗記で乗り切れるかというと、まあ、まあ、一般論的にはやっぱり最低限のことを覚えて、あとはどれだけのことを応用を聞くようにしていくか、間
一緒だね。その覚えたものと入試レベルの問題を見たときにどう結びつけるかってところが俺考えるだと思ってて、うん、それさえもパターンだと言えちゃうようなレベルの人もいれば、その言い換えとかを探すことができないレベルの生徒さんもいるわけで、そういった意味では極論覚えることと覚えないで考えること、でもその線引きも生徒さんのレベルで俺若干変わるのかなっていうのが今俺思ってることかな。だって東大とかはさパターンってあんま出ない。でもある一定のレベルのことにとってはさ、やっぱ覚えて解けることで次のステップに上がれるわけだ、うん、そうだね。そこの相手がどのレベルかで伝え方変わるよね。そうだよね。そうだそうです。だからその暗記のどのまで覚えるかっていうのも相手のレベル、その基礎レベルのクラス、うん、ハイレベルのクラス、トップレベルのクラスみたいな感じで、ね、そこら辺で多少変わるよね。だから、まあ、まとめるとレベル次第、これを決めるのが我々の腕の見せ所。そうね、ちょっとアドバイスになってないけど、そこら辺は予備校講師や塾の先生を信じていただいて。でもね、うん、でも思うんだけどさ、うん、今インターネットでいろんな情報あるじゃん、うん、間違った情報を本当に信じちゃってる子もいるのも確かじゃない。そうですね、難しいものを解説してる人の動画を見れば頭良くなると思っちゃってる人とかもね、そう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 、その自分に合ったレベルをねちゃんとやっぱ勉強していくってことが大事で、結構さ、英語とか他の科目と比べると数学が若干得意だから、数学得意だと思ってたけどそうでもないことじゃん。うん、それ自分で判断するのって実は結構難しいんじゃないかな。でもなんかテレビの証明がちゃんとできる子、この定理示せるって言ってなんか帰ってくる子は総じて例外なくできる子が多い気がします。まあそうだね、まあそうだね、うん、そう、あのできる子だからといって証明できないことももちろんあるんだけど、証明できる子はできるのは、まあ、間違いない、ね、気がしますね、うん、できるね、そうね、うん、それは言えるね、数学の正しい流れって言うんですかね、うん、それを把握してるってことだね、そうができてるのかなって気がしますよね。あるいは結構授業の中で定理とか証明とかする、クラスによりますね。僕がいつも言うのは、基礎のレベルのクラスの子たちはまずは覚えて使いこなしなさいって言うんです。で次のステップで証明をできるようにしておくってやらないと、受験勉強なんて時間限られた時間の中で到達しなきゃいけないから、そこの順番をあえて逆にすることで時短をするっていう意味ではクラスによってはそういう意味です。もちろんレベルが高いクラスの子たちはある程度基礎力があるのであれば証明から入るでいいと思うんですよね。僕はそう考えてますね。そうですね、そう、自分の考えは証明先じゃなきゃダメだ、うん、と思っても、うん、違う考えの人のことを非難しちゃいけない。そうです、それあります。でもそうだね、暗記数学もそうだし、自分のレベル把握するって難しいからね、そこら辺はやっぱプロの人に見てもらうのが一番いいのかなと思うよね。で数学の授業の場合ってついていけない子とか結構いるじゃないですか、うん、でこっちから見て君はちょっとレベルを下げた方がとか思うことあるじゃないですか、あります、ね、あのどうだったら下げた方がいいと思いますか。まず授業を聞いて理解できてないんだったらそれはもう下げることね。一般論といえば、自分では解けなかったけど聞いて理解はできた、じゃあ復習でそれを習得すればいいっていう意味ではそこ一本いい線かなって思うんですよね。学校でやった内容じゃないからついてこれないって子たちの場合下げて、新しい一からやるからついていけるようになるとかあるかもしれないけど、3年生とかの場合はいやーそれ君まず努力してないでしょっていう子が多い気がするんですよね。だからもちろん理解できなかったならレベル下げるのはいいと思うんですけど、その前にまず今やってる内容を理解して説明できるようにするってでかいんじゃないかなって。説明できる、いいね、それ俺も必ず言うんだ。あ、本当ですか、うん、いやもうそれじゃないですか、うん、毎回1回目の授業だけじゃなくて何回もとにかく復習は誰かに教えなさい、教えるつもりでやりなさい、教えられることが理解の証明だからって言うけど、これ熊さんどうですか。本当そうだと思う。あ、みんなやっぱ同じだよね。若い時さ、やっぱ授業しながら分かんないとかあんだよ。あ、若い頃はね、ありました、それそうでした、若い時の教え子さんごめんなさい、よく分かんないで喋ってることありました、確かに、はい、はい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、教団パパからさ必死に勉強するじゃん。まあそうです、うん、そうですね、すげえするしましたね、すげえ分かった時のさ次の授業ってすげえ楽しかった。うん、なるほどね、そういうことね、うん、ああそうだね、うん、結局誰かに説明しようと思うのが実は一番頭あるじゃん、うん、数学以外も全部同じですよね。そうだね、それは言えるね。全教科先生になったらどうでも受かるよっていうことですよ。はい先生、はい熊くん、応用力のつけ方ってどうやって教えます。まずな、君はな人に聞く前に自分で考えてみる方がいいぞってことで熊さん どう思いますか。逆に僕から喋っていいんですか。いや基礎の上に応用ですよ。で応用からやったって基礎がなかったらこれは下に落ちるんで、
むしろ基礎が積まれていればこの上の応用は初見でも解ける可能性がある。だまず基礎をしっかりできるようにしましょうが先で。でも俺模試とか受けてね、うん、解けなかった。でもね解説読んだら分かるっていっぱいあるの、うん、どうやったら解けるの。それもやっぱりアウトプットの練習は絶対必要だよね。例えば素振りの仕方を本で読んでも振らないと意外と重たいのでバットがとか分からないんじゃない熊君。確かに。とはいえ基礎ができないと乗らないから、やっぱり基礎できるようにした上でじゃないかなと僕は思いますけどね。熊さんが言ってるのはじゃあその基礎がじゃあできた次の段階で応用力つけるためにはどうしたらいいのってことだよね。だってね、まあ、授業で言われたようにちゃんと理解して覚えたんだけど、なんかね入試レベルになってペライって結構見た。高瀬先生が言った通り素振りの方に読んでるだけじゃ素振りはやっぱできないから素振らなきゃいけないから、うん、俺が今聞いててあそういうことかなと思ったのはまずやっぱりその時期になったらそのレベルになったら予習を必ずしましょう、うん、そうですかな絶対あの、ね、さっき言った通り覚えることは覚えなきゃいけない以上予習でうまく身につけられなくても俺はいいと思う、うん、復習で身につければいい。でその覚えたものをじゃあ問題文が全然違う応用問題で使えるかなってなった時にあれこれ使うのかなあれ使うのかなってまず一回自分で素振りをしてみる、うん、でそれで失敗したらなんで失敗してたのかっていう予習のメモと授業のノートを照らし合わせてあなんだここの文章をこうやって言い換えてれば俺もこの発想出てきたかなとかここで三平方の定理使おうと思ったかなっていうことになるので、僕は授業で必ず言うのはその応用系の力をつけるんだったら復習の時と予習の時のその照らし合わせ検証って言い方をしてるんだけど、うん、その検証して予習の時の頭に戻って、うん、あの時俺こうやって考えたけどこの文章をこうやって言い換えて捉えてこうすれば本当は先生の言ってた時のこの考え方やアイデアやこのパターンを見つけられたんだなっていうその検証しなさいって俺必ず言ってますね、まあ、それさえもさっきの教えることにもなると思うんだけど、だからその予習の時の頭に戻って自分がどうすればそのことに気がつけたのかっていうのを必ず追求するっていう検証者なんで、ほとんどの受験生はそれを俺やってないと思う。あとはどうやってアウトプットするかですよね。もうこれがでも人によりますよね。ね問題集を。ただまあ総じて言えるのはこの問題集、あの問題集、この問題集、あの問題集ってパーってやってる子は大体なんかあんまり伸びてない気がしますね。導入の時どんなことか。あそうだった。だからねテキストならテキストをしっかりと繰り返す。すればいい。とはテキストプラス問題集ならそれを両方しっかりやる。まあもちろんね単元ごとに絞ってもいいと思う。だからやっぱり同じものをしっかりやり込むっていうことが大事なのかなという気は。でもさ、うん、赤本とかいいけどよくほら言うじゃん赤本やねー赤本やねー。それもね教える先生とかアドバイスする人によって全然違うんだよ ね。30年分やねーって止めればさ、うん、1回や2回だけいいよって止めればさ大学によりますよね。例えば東大とか京大とかはもう30年ぐらい掘り下げてってやる価値があると思うけど、もう傾向ブレブレの大学だったりとか難易度がブレブレの大学のものを30年掘り下げてもしょうがないと思うので、これやっぱり数学の先生とかに相談した方がいいと思いますね。いやもし何か分かんなかったら相談とかコメント欄に書くとか。そうですね、質問待ってます。オンライン相談とかやらないですか？ね、ちゃんとみんな平等に質問に答えてあげられる環境を整えたらそういったシステムを発表しようかなとは、うん、もちろん目指しております、うん、楽しみです。そうですね、楽しみですね、うん、はい、じゃあということで、まあ、ちょっと話が尽きないところなんですけどまたね、機械使ってそうだね、数学とはどうするべきかっていう、うん、あのちょっとまあなんかなんていうか風を起こしたいですね。なんかな、ね、そうだね、せっかくの縁でこうやって作ってるわけだから ね、ちょっとぜひね数学できるようになったとか数学楽しいなって思ってもらえるように、ね、増やせるように頑張っていきましょう、ね、頑張っていきましょう。前もだよ、前もだよ、お、これか。じゃあということで、ね、はい、あの相葉先生のチャンネルも、まあ、高瀬のチャンネルの方もね、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあチャンネル登録とねいいねお待ちしてます。それじゃあまたお会いしましょう。バイバイ。